はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、こちら東京ディズニーランドにやってきました。最近はね、ディズニーランド非常に空いてるんですけれども、今現在ですね、この閑散期のイベント、トータリーミニーマウスというものがですね、開催されております。で、今日はですね、そのトータリーミニーマウス、ちょっとしたパレードがあるんですけれども、それがですね、よく見える穴場をご紹介していきたいと思います。まあ、もちろんね、もう目の前の立ち見とか取れる時間があるんだったら全然そっちの方がもちろんいいんですけれども、もうね、始まるギリギリでもね、もうどうしても見たいという方はですね、ぜひ参考にしてみてください。さあ、それではですね、早速トータリーミニーマウスの穴場をご紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、やってきました。もう分かりやすいですね、目印、まずこれですね、シンデレラ城でございます。こちらのシンデレラ城の的なり、ここがね、おすすめスポットでございます。この辺ですね。はい、実はですね、この辺も立ってね、見ることができる場所なんですよ、トータリーミニーマウスを。前ですね、エレクトリカルパレードドリームライツの穴場、向こう側でね、ご紹介したんですけれども、まあ、それの反対側だと思ってください。こっち側ですね、トゥモローランド側のシンデレラ城のお隣でございます。はい、ここですね。で、特におすすめなのがですね、ここにライトがついているんですが、このライトの横ですね、はい、ここが特におすすめです。このライトの右側だとちょっとだけですよ、ほんのちょっとだけですけれども、まあ、キャラクターが向こうから来るんですけどね、向こうから来るんですが、この追いかけるときに若干邪魔なんですよ。なので、まあ、ジョマジ的にはこっちですね、ライトの左側、こっちの方がおすすめです。はい、こんなところですね。では、なんでおすすめなのかご紹介していきたいと思います。ではですね、なんでここがおすすめなのかっていうことをですね、ご紹介したいと思うんですけれども、まあ、もちろん超穴場なんで空いてるのは当たり前なんですけれども、キャラクターですね、向こうからやってくるわけですね。で、こう来るわけですよ。で、ここの橋を渡ってトゥモローランドの方に行くわけですけれども、ここのね、橋ね、ここね、横に誰もいないじゃないですか。ですから、キャラクターがですね、こっち向いてくれるんですよ。で、何がいいってね、まあ、今も言ったんですけれども、前に人がいないので被らないんですね、頭が。もう頭被らずですね、もうこの辺からずっとキャラクターがですね、こっち見ながら歩いていってくれますので、非常にね、ここは撮りやすいんですね。動画とかがちょっとね、横に来すぎちゃうと、まあ、木が邪魔ですので、まあ、この辺まで来ちゃうとね、若干見にくいんですけども、この立ってる、まあ、杉の木ですかね、こちらの木のお隣ぐらいだったら結構ね、見やすい場所になりますからね、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ここもよく見えるでしょ、橋の上、ね、もう全然ね、ここも見やすいですからね、ここでも全然いいんですよ。はい、もう本当ね、この辺はもう結構ギリギリに来て、ジョマジがいつも撮ってる場所になりますのでね、ぜひ参考にしていただければと思います。ちなみに今現在ですね、トータリーミニーマウス始まる15分前なんですけれども、見てください、このガラガラさ、ほら、誰も並んでないでしょ。これがね、超穴場なんですよね。そしたらですね、実際に今から15分後にトータリー始まりますから、どんな感じで見えるのかっていうのをですね、少しご紹介していきたいと思います。ほら、もうね、向こうから来てますけれども、まだ最前空いてますからね、ぜひ参考にしてください。ここもですね、結構長めの橋があるんですけれども、キャラクターたちね、結構こっちの方向いてくれますからね、非常にね、動画とかも撮りやすい、いい場所だと思いますよ。本日2回目のトータリー見たいと思います。もうね、もう目の前まで来てますけれども、まだ空いてますよ、ご覧の通り、ね、すごいでしょこの穴場。で、2回目はですね、こちらですね、木の下の方から見たいと思います。こっちも空いてますけどね、ここから見たいと思います。今回はここも見やすいんですよ、そこからね、こう全部ね、来るところ見えますからね。Oh, friends, and you're there. Feel the rhythm, yeah.
ということでトータリーミニマスがありました。皆さんどうでした？めっちゃ見えるでしょ。ここね、正直あんまり教えたくなかったんですけれどもね、ここねもうめちゃくちゃおすすめの穴場ですからね、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。他にもですねいろんなところの穴場をご紹介してますのでね、そちらの方もぜひ参考にしてみてください。では終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。